じゃあ先ほどもこのクイズの続きになるんですけど、うんうんうん、テレビ放送ってやっぱ枠が決まっているので、はいはい、その枠の中に入るように、うんうん、その中でさらに気持ちよくやはりアクションだったらつなぎを良くするとか、セリフでもやっぱまとまで、はいはい、感情の入れ方とかも変わってくるので、うんはい、そこで切ったり短くしたり、間を詰めたりもちょっとしたりするんですか？そうですね。知らなかった。やはりツッコミとかだとテンポ速い方が面白かったりするじゃないですか。確かに。じゃあ今回のアルスの居住で、はい、この一番こだわったみたいなところはありますか、その編集する上で。そうですね、やはりせっかく声優さん来てるのでセリフ絡みで言うと、はい、声優陣の年齢層が結構幅が広かったので。広かったです、はい、なので、まあ、まあ癖がある方がにはやっぱ尺を長めにしたりと か、はい、確かにアドリブ入れてくれそうな人はちょっと長めにしようとか、うわー、そういうのもかなりこだわってやりました。知らなかったね、はい、でまさに本当に年齢層も広かったんですけど、そうですね、気持ちよく収録したし、多分それが気持ちよく皆さんに届く尺になって届いてるんだと思います。すごい、はい、勉強になりました。勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。次がラストだね。はい、最後の3人目の方にね、はい、会いに行きましょうか。会いに行きます。では私たち探してまいります。また探してきます。行ってきます。行ってきます。よし、頑張ろう。頑張ります。そうだよ、今ヨウミヤちゃん1点取らなきゃ。ちょっと頑張ります。お邪魔しました。失礼します。はい、失礼します。ありがとうございます。よいしょ。でもさっきもさ、さっき1階に2人もいたから、あ、そうですね、ちょっと2階に行ってみようか、はいはい、ね、行ってみよう。